本田さん、よいしょ。まあ、本来行くべきじゃないよね。役職をお選びください。なんかグダグダ言われそう。選択しない場合、余っている役職がランダムで振り割り分確かに、でも、ね、黒を打ったことはでけられかます。いけどね、騎士じゃないと思う。まあ、騎士が出あてなもいいたの覚悟で打っ役た職とも取れるけどね、騎強靭だった士ら。です。騎士が出ればいい、出るなら出る、夜出がろうっ更けていうま覚し悟で。た。人狼に気をつけてください。俺はもう大体もう騎士がもうつけちゃう発言になるけど、ちょっとね、昨今の騎士アーマーとかの、あれをね、納得いかないから、私は騎士助みたいに聞こえるけどね、騎士持ってるような、持ってないような、なんか、もう昨今の騎士アーマーの体制はね、言わなきゃならないレベルまで達してきてるわ。俺ね、騎士ないこと助けやすくなるけど。昨今の騎士アーマーってか、あれ真だったのかよ。2番7番がどうして6冠なんでしょうって言うからさ、くさーと思って夜さ。が明けました。まあでも、まあ、昨夜あはれ言わな誰かっもたら死いいんにだけまどな、せんでした。どうして発6が言冠ターなんンでしにょうって言う入りから。ます。5番のプレイヤーがどうして発6言が冠しれまたんす。でしょう、騎士が冠れたんでしょうっストップて、だ。二人とも言うから。気分取り直してやりこれ、たいです。臭い、狼じゃねえと思ったら普通に、深海ってどうしようかな。どうしたら強いかな。俺、潜伏も結構ね、好きなんだけど、とりあえず思考開始するね。基本的に単体精査を主としていき、まあその人の印象とか色付けをしていくんだけれども、それでも黒が見つからなかった場合は、最白位置から、どん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 、下げていって、一番白くないところ、一番白が薄いところを切っていくっていう感じ。あとは、まあ占い師が、ね、色を出していけばいいからっていう理論かな。あと、視点更新をしていってほしい。村同士の意見争いはしてほしくない。まあ、村スラはやめてほしいかな。ヤクスラはいいかもしれん。状況によって。6番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。占い師です。3番さん、ランダムしろ。把握お願いします。そうですね。5番さん、まあ、よかったと思いますね。まあ、5番さんの位置で出たらいいんですか。5番さん自身は、ヤクスラとかもいいと思ってるような人なんだから、少々5番さんの位置で、霊能がポッて出られたところで、別に困んないでしょって感じですね。深く潜らないようにしてくれればいいです。まあ、騎士の方も基本的に出た方がいいと思ってるけど、任せますよ。その人のスキルによっては、ある程度の、まあ、捨て声だとか、まあ、変態声はあんまりしない方がいいけど、出るタイミングだとか、タイミング分かってる人は多少潜ってもいいと思ってるよ。くらいですかね。以上、3番ランダムしろ。7番のプレイヤーが発言します。いや、6目線って少なくとも今現状でね、自分一人しか出てない占い師だったら護衛くださいっていうのが筋なんじゃないかなと思ってるから、6番は占いじゃないような気がしているかな。6番が狼仮定した場合に5番に対して良かったんじゃないかなっていう触れ方が雑すぎるから、あんまり5、6では見えてないぐらい。で、まあ、なんか、特に進行論出てないから喋るんですけど、まあ、ちゃんとね、人の話を聞いて把握もれないように。ね、発言捏造とかね、そういうところもちゃんと見極めていたいかなって思ってます。はい。ってことぐらいですかね。まあ、とりあえず2周目に期待してます、5番さんは。はい。8番のプレイヤーが発言します。3は完全に2周目やけど、7番の6番叩きか、そうやで。不当やで。別に、占いなんかもうほぼほぼ2枚3枚出ると思ってんやけど、2枚3枚出る場合って、騎士って、ほぼほぼ霊の声や。まあ、霊能護衛か、もう2番目の場合って、グレ護衛やか。まあ、よっぽど占い師どっちかに芯があれば、思ったらええとは思うけど。だからもう、捨て護衛もな、ありっちゃありやし。だから7番さんの6番さんの偽っぽいっていうのは、それは不当でしかないと思うよ。言っとくと、俺、片白でもするからね。片白が黒くて、うわ、この人次黒されて、この人黒打たれたら、この人村でも釣ってしまいそうって思ったら、その人の心境でもうその片白でも釣るから。とだけ言っときます。はい。以上。9番のプレイヤーが発言します。俺も、久しぶりに人外かなり濃厚な人見つけて、俺8番さん、
強人 95%、人狼 65% ぐらいじゃないかな。俺7番さん白いと思ったのよ。俺も6番さん偽だと思ったから、7番さんが6叩き、すごく印象良くて、8番さんが6番さんかばってるのって、8番さん強人で、6番ご主人と見てかばってるのか、それか6、8のライン。で、8番さんの片白から釣ってもいいっていうのも強人っぽいから、俺8番さんの強人結構硬いと思うから、今日安定で8釣りでいいと思う。5番さんは2周目。俺7番さん白いと思う。6番さん俺人狼だと思ってるから、今日8番さん釣り行きたいな、かなり。1番のプレイヤーが発言します。もう占いで3番白ね。で、9番が何言ってるか分かんないから9番釣りでいいかなと思っちゃうぐらい。だけど僕の最終提出は6、7ローローね。間違いなく6、7ローローだと思ってる。なんでかって言ったら、7番のね、6番に対する、あなた、占い師やったら、彼に守ってくださいって言わないといけないんじゃないですか。みたいな殴りだけで、偽って言ってたけど、あれが雑すぎて、6、7でライン切ったのかなって思いますね。で、それだけぐらいかな。でも9番が多分強人かな。人に強人をなすりつけて。で、人に強人をなすりつけてやってる。そんな感じがしました。はい。そんだけ。6、7ローロ。7番さんがなんか6番のことを偽って言っておきながら2周目頑張ってねっていう必要もないと思ったし。もうし2番のプレイヤーが発言します。すごいね。なんかこいつが偽やとかもうすぐ言えるって。俺は全然なんかまだそんな断言はできねえけど、でも一番気になる発言から取り上げると9番さんよね。決まった最後の方さ、6が、なんか狼だと思うよとか言っときながら8じゃん。だったら6行きゃいいんじゃないのって素直に思っちゃったけど、なんでいきなり8になったっていう。まあ終始8番さんに対するポイントだったけどね。8が怪しいみたいな。で、次の発言で言うと、なんだろう。1番さんなんて言ったっけな、まあ、9番さんについては言及してた。で、7番さんについては、偽っぽいでしたっけ、待って。出てこんわ。8番さんは7番さんのこと偽っぽいでしたよね。そのなんだっけ、その叩きは不当やっと。1番さんどうでしたっけ ?3 番のプレイヤーが発言します。6-1、わからないですね。7番さんは護衛を寄せなくていいって言ったの？それあんまり聞いてなかったんだけど。医師は霊能を守って私を守らなくてもいいのかっていうことを言ったのか、それを占い師が言わなきゃいけないの？必須科目なの？よくわかんなかったんだけど、それが。8番さんも片白を釣りたい。これ村で言ってんのか何なのかわからんけど。まあ変なことしたやつだったら釣っていいんじゃないの？いきなりすむらって言ったりとか、あぶったりとかね、役を。そういうやつだったらまあ片白でも釣っていいんじゃないのかなと思うけど。9番さんは8番さんを久しぶりに見た人外だという。2番さんは何だろう？それぞれ触れてたけど、1番さんの何かを忘れてたんだねっていう感じの印象で、5番さん2周目だねって感じで、6-1に白もらって、アメラかけるなと4番のプレイヤーが発言します。まあ何もしようなしなんで、そうやな、サンバさんちょっと臭いなと思うけどな。1番さんに関しては、まあ、興味は薄いかなと思いますね。隠しろグリーチ増やしたし、じゃない、減らしたし、だから1番って興味低いと思ってて、1番さんはもう5番はいいとしても8番にも言及してほしかったって思ってますね。で、2番さんには1番と6番の差を2番さんなりにつけてほしかったなって思ってます。5番さんは2周目のブレース聞かせてほしくて。まあ8番が言ったように、6番が騎士の声寄せてって発言がないから、6が偽だっていうならの発言は不当。別に2周目にしてもいいと思ってるし、そんな発言。かな。だから6ローな場合って6、7ローローなんだろうなって思ってます。
ってますね。6がローじゃなかったら、多分7村やと思ってる。8がオーバーなら5番のプレイヤーが発言します。ねえ。うん。いや、俺8はね、すごく白く見てたよ。うん。ちょっと待ってね。他ない？ということで、まあ4番さんが一番圧倒だったんで、2番さんが色落ちなし、9と7が気になっている。うん、9番さんは8の片白でもするっていうのって人外要素かって思ったけどね。うん、それすごい気になった。だし、7番さんの4番さんが言ってくれたんだけど、その6に対するその騎士だったら自分を守ってっていう発言が絶対出ないとダメっていうのは、俺は不当だと思っているし、まあ、4番さんが言ってくれた通り、6が人外だったら7も人外、6があの村陣営だったら7も 村陣営っていう形にはなるから、うん、まあ安定だと、9かなぁ。8番さん決めてもくれてもいいと思うけど。9で陣が落ちると思ってるんだよね。うん、7はね、占えばいいと思っている。2、9のどっちかの色を見ればいいと思っている。はい。そんな感じでどうでしょうか。4はとりあえず村としておく。はい。とりあえず6の話を聞きます。6番のプレイヤーが発言します。はい、まず最初2番、これは多分もう間違ってない。最初2番、それぐらいに7、9、4、5がそこまで白くならない。4番さんも結構おかしいと思ってて、うん、今の考察だよ、この1周とちょっとしか回ってない今の考察だと4番がサイコロだと思ってて、4番の2の叩きが不当かな。1、6のことを2番の1なら審議するべきだみたいな。4番がしてないから、もうちょっと人としてって思ってんだよね。まあ、他人に仕事すれって、自分は仕事しないけどって言ってるようにしか聞こえないし、4番の、6が村だったら、なんだ ?6 が老じゃなかったら、7は村だと思ってるって言ったのか、やたら変な言い回しするなと思ってて。ただ、進行上、7を釣るべきだと思ってますね。1番が6、7、ローローでしかないみたいな。6、7、ローローがすごい濃いみたいな発言してるし、まあ、9番のおかしな要素はみんなが拾ってる通り、8番のパーセンテージがもう 150% ぐらいになってるしね。まあ理系じゃないんだろうけど、きっと。それが9番さんの即偽要素というつもりもないけど、9番さんが何か意図を持ってやってんのかもしれないんだけど、今日の進行者は7を釣るべきだと思ってますね。他のとこ釣って、結局、1番に7黒打たれるのが村の負け筋だと思ってるし、7がそのまま黒かもしれないし、7の強靭目も十分あるし、7釣るべきだと思ってる。最終的に村が情報を溜め込んで勝つために、速攻で勝てるかもしれないし、7です。7番のプレイヤーが発言します。いや、俺1、6わかんねえけど、6は偽なんだなって思った。なんでかって言ったらね、6目線で7を処刑するっていうのは、7で白が出る前提で考えてるわけでしょ、6番っていうのは。その場合っていうのは、6目線で7の白根拠っていうのをね、開示しないとね、7目線、7なんて処刑できないわけ。なのにも関わる。だって6目線っていうのは、この人真だったら7狼も十分あり得てね、仮にね、1番が強靭だった時に6番っていうのはね、じゃあ一番自分からローラー飲んで一番も処刑してもね、狼にヒットしないわけでしょ。で、一番に狼囲われたら終わりなわけでしょ。っていうことでね、6番っていうのはただ単に俺の色透けしていて、処刑したい狼なのかなっていうふうに思ったんで、まあ6が狼。で、1が真かなっていうふうに思っている。で、9番目線の8番への評価の仕方っていうのは、俺はなんか真っ当だったと思っているから、現状釣り位置はね、4番でいいかなっていうふうに思った。それは6と同意なんだよね。なんでかっていうと、4番っていうのはね、2に対して占い審議をしろっていうふうに言ってるけど、占い審議がつかないからね、占い審議がつかないって言ってるわけであって、だったらね、グレー考察をしろよっていう感じだったんだけど、そこで占い審議させようとする目線っていうのが、なんかおかしいなって思った。だから4処刑したいかな。以上。8番のプレイヤーが発言します。いや、もう7釣りでいいでしょ、こんな。
で、多分9番強靭やで。俺の言ったこと言おうか、繰り返そうか。片白でも、あの黒かったら釣りますよって。次の日、その人に黒す飛ばされて、黒打たれて、その人が村でも釣ってしまいそうな場合は、片白でも釣っときますよ、その人の新規屋でって言って。9番さん、人の話聞いてへんな。うん。で、俺のこと強靭塗るでしょ。うん、9番強靭かなって思ってるよ。んで、多分、16の真偽は分からんやけど、うん、敗損？なんで？うん、まあ、うん、まあいいや。うん、7番っていうのは1番に6、7ロードやって言われてるんやで。それのことについて何も思わないんですか？何も思わないの。だから、うん、それで1番にして。一番新っていう、一番新。うん。何を根拠に言ってんのって思ってんだけど。へえーって思った。これ7番の陣外はほぼほぼ硬いと思ってるよ。はい。7番ついでいいでしょ。こんな。7番が騎士じゃなければね。はい。もう7番ついです。はい。7番の色がめっちゃ気に。7番騎士？騎士？うん。7番貫通でいいよ、もう。7番貫通でいいよ、これは。人狼が身分の開示を選択。騎士の方は夜のアクションを行ってください。え？私が悪人ですって？もう怒りますよ。8番噛まれたら悪いなっていうがよ、もう占いじゃねえの、これそもそも。8番守りすればよかった。恥守りだったわ。やらかした。やらかした。これ、旧教授になったら守る必要もなくね？そもそも。夜が明けました。昨夜は、まあ、よかった。大きなミスするとこだった。蜂のやらかすとこだった。発言します。やらかすとこだった。5番白か。まあ、6番釣りっすかね。俺は、6番さんって7番に対して十分共鳴もあるから7釣りでいいって言ったけど、なんか、そこの理由を説明すべきだと思っているし、6番視点で4が怪しくなるんだったら、4番の意見がわかるっていう 5も怪しむ視点を持つべきだと思ってるから、6が偽だと思ってますね。で、あと言い方が悪かったかもしれないですけど、俺は1周目6番さんが偽だっていう、その、ことを伝えたかった。だから6、7ローローに見えてますっていうのを伝えたかったっすね。多分これ、狼じゃないの、はい、時間が足らなかったって感じかな。新居だったら噛んでもよくね。6番ついますね。こんな俺噛む余裕は8番も聞きません。なんか多分進路でドラスレバー終わる気がするんだけど。気のせいこれ。え？まあ、8番が守れてよかったけど。やらかすとこだったわ、もう。今日で考えていいの？私、4番さんの三角祭って言ったのも、初週、ちょっと引っかかっていたんだけど、村弾きしたけど、なんかすげえ今日、黒くなったな。あの、スッと終わった感じもさ。占いではね。なんか、6、7のつながりとか、この4に白出した感じが、6、2世っぽく見えるけどな、わからんのだな、昨日1聞いてないから、ちょっと6、1単体精査するわ、ちゃんと。6番のプレイヤーが発言します。はい、まあ6、1の順で、じゃあ釣ればいいでしょ。6、1の順で。7割5分ぐらい終わると思うから。4が黒じゃないことが勝つだけでもう十分です。うん。くらいですかね。まあいいっすよ。6、1の順番作ってくださいよ。8割方、占いに進路が出るっていうのは多いでしょ。みんなも。だから、6、1の順で釣って、まず、それで、やんないと始まんないから、その後のグレー精査。ぐらいかな。6、7もあるんよねとか、これもあるんよねとか、4、7、ロー、ロー、6、強もあるんよねって、あるんよねこそ全く意味がないから。全部あるんだから。
8番が白角、3番が白角。あと全部あるんだから。意味ない。6、1積んないと始まんないよ、この村は。強人がどこにいるかっていうだけの話で、まあ4角形に強人がいそうかなって感じで、1がローだと思ってるから、いいんじゃないですか。で、6、1釣り切って、もう事実的に7が黒なんだから、終わんなかったら6、1新強だったんだってことで、グレーで叩き合ってくださいよ。4は釣らないでくださいってだけです。以上。8番のプレイヤーが発言します。うん。いや、多分1、6釣り切ったら勝てると思うよ。うん。9番が限りなく強靭に見えて仕方ないから、はい。まあでも6番って普通に7番釣る人だからね。まあライン切りっていうのも私応援なくはないけど、あの白の出し方から見て、ほぼほぼ1番狼かなって思ってるから、まあ、1番、6番釣り切ったらいいんじゃない？どっちでもいいよ。どっちでもいいよ、別に。うん。まあ、6番地釣り飲んでるからな。まあ、1番からでいいか。まあ、どっちでもいい、どっちでもいいよ。1番、もう釣り切ったら終わると思ってるから。まず1番行くね。はい。1番行った後、6番行く。で、6番行って終わらへんかったら、ちょっと精査し直すね。で、まあまあまあ。多分、俺死んでるから、6番がどっかに黒出しても、あの、16ローラーは完遂してよ。多分俺死ぬから。16ローラー完遂。で、おらへんかったら、まあまあ、そっからグレーの殴り合い。って感じで、はい。とりあえず16ローラーは完遂してよ。はい。多分私死ぬから。それだけ言っときます。9番のプレイヤーが発言します。8番さん7黒当てたのすげえな。俺7狼ないと思ったからね。6狼で追ってたから。だから7が6叩いたの印象良かったから。で、俺1番さんが7釣りをして、もう6番さんが7釣りをしたら、多分7釣られないと思って、7釣りをしたんじゃない ?6 が。だと思うよ。俺はなんか6から行きたいかな。で、俺、強人は2か5だと思う。多分ね、6、1精査して、6の方が狼っぽかったと思うよ。そうなると、強人視点多分俺が一番白かったと思うんだよね。あの、6、9のラインがないから。で、2が9釣りよし、5も9釣りよし。だと俺思ってて、で、1番さんの5占いが納得なんだよね。俺が6、偽軸で追ってるってことは、5、6のラインってあるんだよ。まあ、5、6、まあ7で釣れてるからあれだけど、5が怪しかったのわかるから、占い値は1がいいんよね。だから俺は6から行こうかな。まあ1番さんの、6、7を足してんだ、ちょっとわかんなかったけど、あれすごいね、1番さん。6、7とかよくわかったね。なんだか6怪しんでるから、俺7一番白く見えたけどね。自分は6番さん行きます。1番のプレイヤーが発言します。6番行ってくださいね。で、あの9番さんが言った、その7番がね、6番に対して、不当な殴りを入れていたっていう件で、あの、それは追った。で、6番目線、2人とも7番押してるからいけないねって言った。あの、7番は違うよねっていうところに持ってきたかったっていうのも9番さんと同じ。はい。で、6釣りね。6釣りで、あの、ほぼ終わると思ってるね。6番釣り。で、7番は6番からも釣りをされて、相方からも釣りをされたっていうことで自爆。あ、もう勝ち目ねえなっていうところですね。で、5番さん占った理由ね。あの、ほぼほぼ6、7ロールだと思ってたけど、5番さん占った理由は、5番さんは6番が陣外なら7番さんは村。7番が陣外なら6番さん村っていう謎考察したっていうところですかね。ぐらいかな。6番行って終わりましょう。で、あの、8番は俺からって言ってるけど、俺から言ったら明日の2分1当てれないよっていう話。2番のプレイヤーが発言します。どうかな。8番さんの発言経て1番さんのこの発言しよう。あの絶対完遂しろよって言われてるから完遂はするんだけどさ、その時にさ、どこが怪しいとかって目線を1番さん落としてほしかったかな。
仮に死んだとしたら、それをしないってどういうことなんだろう。仮に、で、あと、まあ、9番さんも、まあ、1から、まあ、8番さんがさ、完成しろって言ってんだから、完成するよくね、よくね。うん、とりあえず終わるか、俺は知らんけど。やっぱじゃあ、旧狂人なんかな。いや、わからんけどね。どうすっかな、なんか俺、残った後、どっちを信じたらいいか、ちょっとわかんねえから。八番さんどっちだと思う？一八。どっちが白っぽいと思っとる？それだけちょっと投票で教えてほしいかな。黒い方に入れてほしい。まあ俺は一行くけどね。順番通り。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは6番の遺言を発表してください。うん。まあ、2459にスムラが3枚、狂人が1枚だと思ってて、まあ、およそのスムラがやばいと思ってるだけなんだけどね。7を追放して自爆したら67だって。うん、そういう風にして人狼殺やってて楽しいなら別にいいですけど、全然否定しませんけど、うん、まあいいっすよ、1言ってください。はい、5占いたかったですね。あと隠しろ増やしてるだけだから。1番が強靭だった時に隠しろ増やしてるだけなんで、まあ1言って、うん、クレーで殴り合えばいいんじゃないですか。霊能の意思に反して、まあ、9番さんも6の偽要素、何ら上げずに、6を黒で。1番さんすごいね。6、7ロールを当ててって。何の要素拾ってるのか全くわかんないですね。うん、なんだろう。経験による勘だけでやってるんですかね。あ、いいっす。時短で。1完遂以上。夜が更けました。人狼に気をつけてください。夜が明けました。昨夜は1名の方が亡くなりました。8番、9番のプレイヤーが発言します。なんか怖くなった。1で終わればいいけど、終わんなかった時が怖えな。2と5のせいさな。どっちやろう。くぅ、からんな。じゃあ一応白アピだけしとっか。まず6番さんって結果白よね。狼じゃなかったよね。俺が猛烈に6ぶったたいてる狼でしょって。6番さんから初日1票もらう行動してるから、そこが俺の狼内要素ね。で、2番さんと5番さんって、まあ、2番さんの位置も占いにしようか。結構すり寄ってんだよね、占い師に。だから、俺が6叩くってことは、2と5って俺叩いて、だってことは6から心象良くなるから、占い地に入らない行動をしてるんよね。そこ分かってくれると思う。4番さんは俺が6叩いてて2と5が9を釣り寄すと6番さんの占い地に入らないよね。心象いいから6番さんからは。
だからそこが、あの、2か5の狼。まあ、1位って終わってほしいけど。1番のプレイヤーが発言します。もう、僕、行事なんで、つらんでください。529、ラストウルフね、7番の相方誰なんだろうって思ってます。このね、僕がね、ちょっと1日早くね、この争いからね、離脱するのにはね、理由があります。この村、多分ラストウルフ追いつけないだろうなっていう感じが、ひしひしと感じてきましたので、私め、先に離脱させていただきます。よいしょ。あれ？どういった？ああ、そういうことか。初日投票してないんだ。投票探してたけど。初日投票なしのなら自爆。次回時。これ厳しいね。あんね、これラストルフ追いつけんですわ。4の白結果っていうのをね、渡したとしても、6、1確認させて、4の白結果渡しても、多分追えないっすね。でね、今日僕釣り飲めません。僕釣るのやめてください。僕釣って明日まで持っていくのもったいないと思います。なので、今日は925のランね。僕ね、ラストルフね、これほぼほぼ2番さんかなって思ってる。まず、僕ね、7番、9番 ?7 番、9番。うん。まあ、どの道、僕結果2クロ出すしかないんだよね。でも、2番さん狼だと思ってるから、ちょっと、かわいそうだなと思って。まあ、4クロも出したけど、別に4番さん黒くないもんね。僕から釣るのやめてください。僕9番。2番のプレイヤーが発言します。1番さん強靭だから今日釣りませんなんてことはありえません。1番さん強靭治療してるけども、ワンチャン狼もあるんで、ちゃんと1から片付けましょう。で、6番が4に白出してることから4番さんは村と。高級どっちかね、1で終わんなかった話ね。正直結構前の発言とか思い出せんのよね。ただ9番さんが初日からおかしい発言したってのは覚えてんだけど、ここでさ、強靭使用する意味って何だと思う？自分が狼でここの投票逃れるっていうのは安直すぎよね。多分そんなん向かれとるわけないし。5なんかな？ 9 じゃなくて。普通に考えたら9なんよね。発言的におかしいのは。あ、まあその2周目の発言とかが正しいかどうかわかんない。今日とりあえず今日絶対1な。4番のプレイヤーが発言します。はい。まあ1番ですね、今日は。けどな、2番さんも臭いと思ってますけどね。昨日の発言とか強靭しか探してなかったでしょ、2番さん。強靭探して、レールの意見に従うみたいな。結構発言おかしいと思いますけどね。あと5番さんも、なんか俺が臭く見える理由、もう一回言ってもらっていいですか？なんか濁されたような感じがしたから、なんか黒塗り準備でもしてるんかなぐらい思ったんですけど。もう一回ちゃんと説明してほしいと思ってるから、俺が臭くなった理由。手のひら返しがひどいなって思ったってぐらい。今日は1番かな。まあでも1番で終わる可能性もまああるかなとは思ってますね。はい。どうやろう。1番釣って終わらんかったら、まあ9番は釣らんくていいかなと思ってますかね。8番さんが9狂気しとったしな。まあ、2か5どっちかでいいと思ってますかね。感じ。まあ7番が狼っていうのはちょっと、6強もあるんじゃないかなと思うけどな。7番狼で本当にあの6番叩き入れたのかなと思っとる。まあ1番ちゃん、まあ逃れようとしてる人狼もあるかなっていう感じですね、とりあえず。うん、4のアンサーに答えると、なんかその3の印象がなんかちょっと臭いっていうのが、言ってたのちょっとやがんだってんでね、俺もそれに対して何をどういうふうに言ってたかっていうと、明確にはちょっと覚えてないんだけど、まあ、とりあえずそこは、まあ、隠し蔵だから置いといて、多分なんか印象でそう思ったんじゃないかな。
2球ね。9、うん、でも9ってそんなあざといことするか、うん、あ、そうだったんだね、すごいねって。そんな、ジンガーであざといことするか、初週からヘイトを集めて。うん、2番さんのなんかちょっとヘイトを変えたく、なんかヘイトを変えたくない感じ。初週のなんか Q が気になるって言って、なんかあんまりなんか、なんだろう、様子を落とさなかったところとか、なんか占い師のどっちつかずだったところとかが、俺はラスール2のような気がするけどな、とりあえず一応として。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは、1番、1番の遺言を発表してください。はい、どうも。はい、どうも。これね、明日ね、9番のね、眠りのたくまさんにね、ラストウルフ1当ててもらおうってね、頑張ってほしいと思ってるけど、9番の眠りのたくまさんは、8番の霊能人外って言ってた人だから、多分当てれないですね。なんで9番白弾きしてるかって言ったら、この盤面ですね。この6番と1番が使用してて、占い使用。1周目6、5番始まりです。1周目5番始まりの2浪潜伏、7球浪浪で潜伏するとは思ってません。で、僕目線9に打つか、4に黒打つか、どっちか打って締め取ればいい話ですけど、これね、ハンデ上げてるんで、7自爆の1強靭使用。これで、僕の強靭確定ですね。で、僕強靭で、3番にね、白打ったところ。騎士で出てる3番。かぶせてね、僕強靭なのにね、白かぶせてね、それをね、人外のデメリットにしてないっていうところね、優秀な強靭なんですけどね。ちょっとね、かわいそうになってきたんでね、ハンデ2あげます。ハンデ2。7自爆の1強靭、ハンデ2。で、9番さんが2番、5番。当ててください。どっちも黒いと思います。5番さんが最後9番にね、怪しいなって言ったところ、2番も9番に対して怪しいなって言ってるところ、どっちも黒いと思います。盤面考察できてないと思いますね。9番さんが狼ならこれ勝ちですよ。それぐらいですね。7球でよく潜伏したねっていうところですね。はい。まあ、そうしときましょう。2番、5番、9番さん頑張って当ててくださいね。夜が更けました。人狼に気をつけてください。夜が明けました。昨夜は1名の方が亡くなりました。4番、5番のプレイヤーが発言します。まあ昨日言いたいこと言ったんだけどね。まあ2番さんがそのヘイトを変えたくない感じが、俺はなんか老弱さかなっていうふうに思った。だって7に対しての印象も言ってないでしょ ?8 の印象に対しても言ってないでしょ ?2 番さん。まあ、霊能で8は確定したけどね。俺はちゃんと、落としている。8は、片白でも釣るって言ったところが、まあ、なんか、村っぽいなって。で、7番さんは、その6番さんに対する、あれが不当だなっていう。っていうふうに思ったよ。その騎士はなんか、6が死んだったら絶対に守って、みたいな。俺すげえ違和感だったけどね。はい。迷ったら、なんだろう、入れ合ってっていう感じでいいですよ。9番のプレイヤーが発言します。
ああ、了解。もうとりあえず5は9弾いてんだね。2が弾けるかどうかでちょっと、俺放棄して話聞くか、するね。で、俺は2だと思ってて、その理由って、まず盤面ね。6が占い CO、1が占い CO、下から出なかった2がロー。あと、1と6と6精査したら多分6の方が黒かったと思う。で、占い神経を確定してるから、1が強靭で太鼓の白に被せるとは思えないから、2番3目線占い神経を分かってた時って多分1の真の方が高かったと思うよ。だから2は1の新目が高いから1に行ったと思うから、俺は2ローだと思うけど、まあ2番さんが5番さんの黒要素、俺はもう5番さんの黒要素あるの、1個。1個俺は拾ってるのよ。ただそれを2番さんが拾えるかどうかで、俺は2番さんを判断しようかなと思って。俺は1個拾ってるけど、あえて言わない。それを2番さんが言えれるかどうか。そこで俺2番さんの精査しようかな。現状2番さん追ってるけど、2番さんのちょっと発言聞いて決めるね。ちょっとそれ5番さんの黒要素、俺は1個持ってる。それを2番さんが言えたらちょっと考えるね。2番のプレイヤーが発言します。いや、全くそんな5番さんの黒要素は拾えてないっていうのと、正直、なんだ、2週目とか3週目の発言、繰り返して考えること、今、余力残ってないっていう。っていうか、なんなら覚えてないし、5、9が何言ったかなんか。正直、1、6の精査とか、そっちの方でいっぱいいっぱいあったかな。でも、まあ、そうは言っても、5か9、どっちかに狼がいて、まあ、どっちかって考えると、俺、やっぱりね、ここは9な気がするんよね。まあ、理由なんかもう1週目の発言よ。あの発言で村人だったらまあそれはそれでもしゃあないって感じだと思っとる。めんどくせえなこれ。てかさ、16だったらなんか8番さんが1からって言ったのか1からいかね。それねじ曲げた9番さん。それ9番さん黒くね。9よ。まあ一応5番が確保されてるから6を潰しにかかったとも取れるしね。9が黒いとも取れるし、2番が8に従った方がいいと得策という風だとも取れるし、まあいいんじゃない。 33% の勝ち筋だから。 66% 負けるから、これはまあ 66% 負けるから、1番を6番を残すべきだったね。村は1釣りじゃなくて。追放されるプレイヤーはゲーム終了、人狼陣営の勝利です。5番だよね。ああ無理だ、ごめんなさい。5番だって囲われてるから、ね、まあ、まあ追えませんでした。もう頭が全然回ってない。9だと思う。